ちょっと違うんじゃないか。いつの間にレギュラーになったつもりだったの。だいたい先週 K さん来たし、あー、うん、K さんひどかったよ。なんか散々暴露して今日の放送よかったっすねつって帰ってったよ。すごいこと言ってたよね、いっぱいね。そんな言っちゃうみたいな。いや、実は次の日、K さんと、これ、うん、何ヶ月ぶりだ、半年ぶりぐらいに、うん、K さんと二人で、サッシで、はい、まあ飲みに行ったんだよね。あ、俺はだからさ、まあ今こういうコロナの状況だから、あんまりその飲み会とかに複数人で行かない方がいいでしょ。そうだよね。だから個室取って、二人で居酒屋行って、うん、いやー、管巻いてたよ、あの人。何をなんか、サダモスさんっていいっすよね、みたいな。どうやったら死ぬんですかみたいな。死ぬ始まり。なんだろう、この、愛しさ余って憎さ100倍みたいな、そういう人間はこの先出ないと思いますよ。わかる、でもそれ。どうやったら死ぬんですかねみたいな。死んでほしくないけど死んでほしいみたいな、この、すごい自分の中でせめぎ合ってるらしくて。死んでほしい。でも、死んだら困る。でも死んでほしい。でもあいつは死なない。もうこんな感じじゃない。そうそうそう。死ね、生きれ、死ね、生きれみたいな。わかるっていうコメント打ってる君も計算属性だから。そうだね。坂本に対する愛情がおかしくなって、愛憎を入り混じっていくんで。もうねじれてるね。ねじれてるね。いや、リスナーの人も結構その、境地まで至った人いるんじゃない？死んでほしい。でも生きてほしい。いや、こいつどうやったら死ぬんだべ。でも、死んだら困るし、でも死んでほしい。早く消えてほしいけど、いやでも出てきてほしい。限界ギリギリまで、死ぬ限界ギリギリまで行った僕を見たいっていうとこなんじゃないですか。多分、その、精神を分析していくと。擦り切れる寸前。そうそう。もうほんともう、えげつないところまで、どん底まで行った僕を見たいっていう。はぁ。まあそこに行く予定はないけどね。今日はですね、早速ゲームやらせていただきますが、はい